はい、皆さん、こんにちは。ひろきです。今回はですね、YouTube のコメントでもいただきましたし、先日もですね、実は Twitter の方で連絡いただいたこうたさん、ありがとうございました。コメントを。また動画もですね、わざわざ撮っていただいて、送っていただきましてですね、ちょっと困ってることがあると。何かっていうと、ちょっとやった方が早いんで、見ててもらっていいですか？音は特に鳴らさないんですけども、何かっていうと、スイッチャー、MS-3 のお話だったんですけども、MS-3 と HX トンプのスナップショットの話です。1番は、こうした方が分かりですかな。000プリセットの1番のスナップショット。2番は、000の2のスナップショット。3は、これ違うんですけど、本当はこれ、001のスナップショット3を選びたいんですよ、これで。押した時に。で、4番は何も入ってない。ミリは入ってないんです。こういう設定をした時に、こっちからここに行った時に、プリセットの番号とスナップショットの番号をバチッと変えたいと。これができないというお話なんですね。で、僕もね、もうたびたびこれ試したんですけど、どうやらですね、HX トンプがそうなのか、MS3 がそうなのかわかんないですけど、パッチの番号とスナップショットの番号は一気には変えれないっぽいんです。なので、一度この000っていうプリセットに変わってしまうと、この間は変えれるんですよ、余裕で。ただ、この2からこっちにすると、1番が絶対選ばれるんですね。本当は3番を押すと、001の3を選びたいんですけど、一回ここに飛ぶと3に飛ぶんですね。ここで一回パッチが変わってしまうと、もう一回このパッチに押すと3になるんですけど、それが一発ではできないっぽいんですよ。例えばここからこの2番を押すと、ほら、絶対1番になるんですね。で、こうたさん、1個分かったことがあります。もしかしてこれ、HX トンプをこのプリセットで登録した時のスナップショットに飛ぶんじゃないかって僕思ったわけなんですよ。本当かどうか、ちょっと試してみたいなと思います。例えばこれ、3番。この時は、分かりやすくするために3番を。お話とちょっと違いますけど、3番を選びたいとします。お話通り、これは一気には変わりません。やっぱりこうたさんはここで1番選んでたんで、この状態だと問題ないんですけど、ここから2番に行くと1が選ばれるんですよね。私のこの HX トンプが000を選んだ時、右で飛ばして選んだ時はスナップショット1が最初に出てくるように、001の場合も1番が出るように、スナップショット1が出るようになってるんですね。1個だけ方法があります。これ001のプリセットを3番で登録します。そうするとですよ、1番から3番に飛んでも3になるんですよ。私が言いたいこと伝われば嬉しいんですけど、そういう感じでして、HX トンプで登録した時のスナップショットが1番に出る、パッチミディの時はそうなんじゃないかなと思ったんですよ。けど、こうたさん、それだと、こうたさんは、ここから2番のパッチに飛んだ時、1に戻ってしまうので、本当は2を選びたいんですよね、こうやって。これができないと。これはね、今現段階ではどう頑張っても僕変えれなかったんで、解決策があるとしたら、もう一個一個の HX トンプのパッチを変えてしまって、全部が1番から始まるようにする。で、それぞれのパッチの中でスナップショットを変えたい場合は、メモリマニュアルに MIDI 送信を入れるとか、もしくは直接踏むとか、もしくは、1から3まで全ての MS3 のパッチを HX トンプ1つのパッチで作ってしまうか。もうこれしかないかなという結論に至りました。すみません、力及ばずで。今後もですね、ちょっといろいろ触ってみて変えれるかどうかは試したいと思いますし、ですが、いかんせんちょっと時間がすみません、なかなかなくて、はい、申し訳ないですけど、はい、現段階でこうたさんの悩みを解決するのはこの2つかなと。いうところでございました。今回はちょっとそういう結構ね、この質問いただくことあるので、皆さんも困ったらいろいろ調べてみていただいて、この問題をもし解決できたらすごい喜ばれる方が多いと思う内容なので、ぜひ共有いただければ嬉しいなと思います。今回の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。